皆さん、こんにちは。この時間はリネットの開発環境について紹介をします。まずは自己紹介をいたします。株式会社ホワイトプラスに所属している小賀敦志と言います。主にアプリケーション開発を担当していて、時々 PHP 基盤を改善しています。最近は社内のランニング部でいいタイムが出せるように走るのがもっぱらの趣味になっています。ホワイトプラスでは、ネット完結型クリーニングのリネットというサービスを展開していて、 今日はそのリネットの開発環境について紹介をします。環境の構成についてはこの図のような形になっています。Mac の Docker デスクトップ上で Kubernetes を起動して、そのクラスターの中で PHP や e n g i n x などのコンテナを使ってアプリケーションを動かしています。本番環境で Kubernetes を運用しているので、同じような構成で開発するために開発環境でも Kubernetes を採用しています。開発環境をコンテナ化することで、 起動停止が高速化できたり、アプリケーションの実行環境の差異を減らせるといったメリットがあります。ただ、そういった環境を扱うのは難しいといったイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですけども、そういうのを意識しないで使えるように環境が整備されています。例えば、環境を作るとき、独自コマンド My というものを用意して、コマンド一発で作れるようにしています。使っていく中で環境が壊れてしまっても、一度破棄して作り直すということが、 簡単にできます。このようなシンプルな形になっているので、エンジニア以外のチームにも展開して、ソースコードの動機が取れるようにしています。他にはコマンド実行するとき、一般的な流れだと、まずポット名を確認して、その中のコンテナにアクセスして、コンテナ上で打ちたいコマンドを実行するという3ステップになると思うんですけども、コマンド実行のたびにこれをやるのはなかなか面倒なので、裏側で 1>, 1と2の手順をやってしまおうということで、プロキシコマンドというのを用意しています。このコマンドの中で対象のポットを見つけてきて、その中のコンテナに対して与えられたコマンドを実行するというのをまとめていて、パスを通してしまえば、あとは打ちたいコマンドを実行するだけで、ワンステップでコンテナ上で実行ができるようになっています。他にも PHP ユニットやバッチ実行なども同じようにプロキシコマンド経由にすることで、 開発者はコンテナアクセスを意識しないで開発に集中できるようになっています。こんな感じでリネットでは開発環境の改善を進めています。一緒に働く仲間も募集しています。発表は以上になります。質問などある方はディスコードからお気軽にどうぞ。